2杯目ですね、マレーシアのランカウイにいます。ランカウイで、今ですね、海水浴を楽しんでいるところです。で、まあ結構人、こんなに思ったより多くはないですね。まあ、タイのプーケット撮ってきたら結構多かったんですけどね、あんまり人多くない。で、ランカウイ、日本人の人からするとそんなに有名ではないかもしれないですね。ケナン島っていうのは最近聞いたことあるかもしれないですけどね、ケナン島に比べても多分知名度が低いかなと思ったりします。ランカウイとマレーシアですね。で、割とタイの国境ですね、近いところなんです。皆さん地図見ていただくと大体どこであるかと分かると思うんですけどね。で、今いるところがチェナンビーチというところになります。チェナンビーチ、まあ、ホテルとか、ね、レストランとかお店が溜まっているところ、チェナンビーチですね。一応ここら辺中心と呼ばれています。で、もちろんそんな離れたところにも、ね、いろんなビーチがあるんですけどもね、一応お店とか多いのはこの辺りです。で、今海水浴楽しめるところですね。で、マリンスポーツとかね、結構楽しむことができるんですけど、こんな感じですね。で、こんな感じで人々がね、海水浴します。波がないんでね、あまりそん、まあ、サーフィンとかはできないですけど、泳いだりすることは結構簡単にできますね、うん、暑いですね。しかし今日は2010年の2月の11日日本はすごい寒いですけど、ここはすごい暑いで30度超えてます。たまに日本人の人もいるんですけど、大体はこっちのローカルの人、もしくは白人の人です。これインド系のこのマレーシア人、ね、で、こっち見てみるとですね、まあ、チェアとか置いてあるので、これ1日15リンギ、大体日本で400円くらいで買えます。昔もっと安かったんですけど、平均高いですので、あそこレストランで食べたりとか飲んだりすることができます。ジェットスキーとかね、バナナボート向こうにあるんですけどね、そういったものも有料でやることができます。ペナンじゃなくて、ランカウイの空港も結構近いんでね、空港の近くということで、ね、結構飛行機も飛んだりします。